こんばんはじゃないこんばんはじゃない、こんにちはだ、こんにちは。誰だ、シルクさんでした。こんにちは、こんにちは。今日は久しぶりのお昼配信プラス猫配信です。ひなたん、しーちゃん、しーちゃん、おばめから来ました。よかった、間に合ったんだ、よかった。こんにちは、しーちゃん。そっか、やっぱ12時だとお仕事のお昼ご飯の時間に被るからよかった。うん、野々垣さんのアバターさんハト、リゼントのアバターさんハト、ありがとうございます。時間のにゃんこたちですか。そうです、この子は、この子はコットンです。この子はカメラ慣れしてないね。コットンちゃん、かわいいでしょ。いつもちっちゃい鳴き声でね、私の元に駆け寄ってくるんですよ。そう、ふわふわ。暑い、え、本当に今日暑いの。だから今半袖にしたんだけど、それでも暑い。みんなすごい毛づくろいしてゆっくりしてる。誰も来てくれない。誰も来ません。え、本当に暑い、やばい。毛づくろいタイムなの。そうなの。本当に何匹いるの今。このお部屋には9匹しかいません。上にはハッピーさんとチャチャくんがいます。犬と猫1匹ずつ。毛飲み込むとどうなるの。え、お腹の中に毛が溜まって戻す。そうなのよ。だから今の時期本当に大変で、掃除とかが。リアルな話しちゃうと本当にね、毎日掃除は欠かせないんですよ、こんだけ猫がいれば。まあ今はね、掃除もしてあるので綺麗ですが。ハッピーさん下には来ないの。来ないの。ハッピーさんはね、ちょっと他の猫より弱いから。そうなの、いじめられちゃうの一番。だから私のお部屋とか2階で生活してます、実家では。また来れたら来ますので、ありがとうございます。こんばんは、違った、こんにちは。今ね、今ね、これそ、いた、これ外カメラにしたらなんか映りそうだからな。これ外カメラどこでやるんだ。あ、ここか、分かりづらい。いけるかな。いや、怖いな。やるか。いけない、いけない。あれあれあれ。外カメラにならないんだけど、これは何。外カメラになりません、残念。なんでなんないのこれ。え、右上のボタンにねあるんだけど、え、ならない。残念でした。そう、なんか今日私本当に暑くて、
ピョンピョンしちゃう、この横の毛が。え、なんでならないの？なんかね、押すとコメントしてくださる方のプロフィール欄が出ちゃうの、何回押しても。同じ場所にあったらそれは押せないよ。乙女さん、乙女さんはね、寝てる、寝てますよ。何も映らん、上にしよう。ルナタンです。お外見てる。バイバイルナタン。ルナタン、ルナちゃんはね、この間のリモート収録で出たんですよ、出演したんですよ、初めて。皆さん見てくれましたか？そのルナちゃんですそう、美人さんのルナさんです。今泣いたのはしーちゃんです。あ、すごい、親子でなんか遊んでるかわいい。映せないけどね。え、乙女さんが来てくれなきゃ始まらないよね乙女さんね、なんかすごい人気なんですよ、配信で。すごいね、この毛たち、光加減すごいわかる。暑い、やばい、耐えられない。窓は開いてるんだけど。今日もう一回配信ある？もう一回配信はね、多分できないんだよな。それもあって今日お昼配信にしました。ごめんね。え、初見さんだ、ありがとうございます。何しようと。え、かわいい、カイニャンの剣だな、多分。ねお家で猫がいるお部屋で配信をしてますさあ、やーはい、この子はしーちゃんです。シャム猫のしーちゃんです。ちょっとね、顔が黒くて怖いですよね。なんかシャム猫って結構こんな顔の色濃かったっけってなんかいつも思うなんか目が近くに寄ってるからなおさらね。怖っ、乙女さん来ましたよ。乙女さん、みんなの乙女さん、乙女ちゃんです。泣いてんの？今日も可愛いね、まるまるしててねえ乙女ちゃんね、やだ、やなの。あ、親子喧嘩してる乙女ちゃん、熱い熱い、猫だくすると余計に熱い。すごい、遊んでる。乙女ちゃんはね、可愛いの、本当に優しいんですよ、入り内島家の猫たちの中で。だからいろんな子にいじめられちゃうの。ハッピーさんと同じ系ですねだからね、私が守らなきゃいけないんですよ。可愛いね、可愛いね。そう、乙女ちゃんはなんだっけ、チンチラゴールデンとスコティッシュのハーフ雑種んあれなんて言うんだっけ、なんですよ。だから耳が垂れてるの。そう、私なんだっけな、入口島家の今いる9匹の猫たちはあれなんですよ、ほぼ全員ラテ君の血が入ってるんですよ。だから耳が垂れてる子が多いし、長毛の子も多いね。そう、ミックスだ、そう、ミックスだ
忘れてた。そうでもね、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうかあれですよ、ミックスでもない普通の猫ちゃんはいますよ。うちの美人の、美人で有名なルナちゃんとシルクちゃんが、乙女さんは本当に今日も可愛いな、喋っても。よいしょ、近くに来るのにやっぱ抱っこは嫌だね。そっか、うん。そうなの、嫌ね。しーちゃんとシルクって別の子。そうです、しーちゃんはしーちゃんですだから本当の名前で言うとしーだよね。しーしーかわいい。ラテくんね、かわいいな。なんかみんなね配信すると全然来ないんですよ、悲しいあ、ダーニー来たダーニーって言ってた、本当はアリーちゃんだけど、こっち来てくれないの。ちょっと今シルクちゃん出したいんですけど、シルクちゃんちょっとお目目が今赤く痛そうで、かわいそうで出してあげられないんですよ配信に一人で喋ってるから警戒しちゃう。え、そうなのかもしれん猫の家系図が欲しい。確かに、ちょっと今度メールで送りますね、メールで。かわいい。ルナさん、ルナさんは今毛づくろいしてる。ラテくんは椅子の上で寝てる。みんなもう寝る時間なのかな、お昼は。やっぱり配信で進めてほしい。意外と複雑なんだよな。なんか今いない子たちも、今いない子たちから生まれた子供が結構いるから、だいぶ複雑になっちゃう構成、書くとしたら書けずねねちゃんそうなのよ、乙女ちゃん素材な書けずになりそう。え、本当になるの。私本当に今は全部で猫が10匹と犬が1匹しかいないんですけど、最高一番多い時期で普通に20匹以上は飼ってたんですよ。その子供が9匹5匹とか生まれた時期もあったから一気に増えてたけど、ちゃんと本当に飼いたいって言ってくれる方にお渡しする子も結構いましたね。そう、本当に多かったの。だから今はね少なくて SK 以内では2番目なんですよ猫を飼ってる数っていうのは。なんか活発になってる。待って、悪さしそう。ちょっと待っててください。いつも猫カフェの中継で見てる。え、いいな、猫カフェの子もいいよね。吠えてる一番って言ったら、一番はカイニャンですね。カイニャンは実家で17匹だっけの猫を今飼ってるのかな。ねえ、カイニャン家の猫も見たい、会いたい、一緒に会わせたい。猫ってすぐ増える。そう、猫はね生まれて半年とか経っちゃったらもう子
子供が作れる体になってしまうんですよね。だから本当にね、多頭飼い飼育だっけにならないように本当に早くにね避妊去勢手術はした方がいいと思う。だから前なんかねニュースで見たんだよな、200何十匹もいなんかお家で猫が放置されているニュースを見て本当にね悲しくなった、かわいそうと思って。本当だ、15分経った今日で428日目、ありがとうございます。そう本当にびっくりした、そういうことが増えないようにねどうにかしたいけど周りの人が気づかなきゃわからないからね。そのニュース見た、え同じだと思う。そう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 、まだうちはねちゃんとしてるから大丈夫だけど、みんなしたね去勢避妊手術は早かった。家庭外出たりしない、しないな、ちゃんとね逃げないようにしてるちゃんとリーチ巻きの猫ちゃんだから。そうでもなんかさ猫とかってあれだよね、何十年とか何年もお家にいると外の世界が知らないから逆に怖くなって外に出なくなる子が多い気がするハピタも一回昔外出ちゃったんですよ、ただ家族の誰かがドアを閉め忘れちゃったっていう。そしたらさもう本当に怖いらしくて、まあその時になんか猫に引っかかれたらしく ねちゃんかわいいね、ハッピーターン、なんか口元に傷をつけて帰ってきたの。あっねちゃんねねちゃんですかわいいねねちゃん。でも実際ルナちゃんとシルクちゃんは自分でお金を出して買った子ではなくて、まあ、ラテ君もそうなんですけどあれなんですよ、飼えなくなった方に会って引き取ったっていう感じなんですよそうだからペットショップとかで買った子は誰一人いないですね、リーチ巻きの中では。チャチャ君は、まあ、ブリーダーさんなんですけど、そうあとは野良猫さん、野良猫さん、そうなのよ、ねねちゃん、ねねちゃんがこんなに配信に映れるの初めてかもしれん、かわいい。ねねちゃんはお父さんのことが大好きなのかわいい、かわいい。このさおててがかわいいよね、なんていうのおてて。この子もねラテくんの血が入ってるんですよ、垂れ耳かわいい、ね、やっぱお昼だし太陽が出てるからすごいテカるしさ、も漏れてるのこれわかんない、かわいい、打ててかわいい、耳垂れてるのウニに似てる、嘘耳が垂れてるのは似てる。え、そうハイライトすごくない、なんかまあつけてるっちゃつけてるんだけどすごい光る、丸顔で釣り目、そうなのよ、リーチ巻きの中で一番ねねちゃんがね細いいいスタイルをしているそうスコティッシュとミックスです。え、お父さん誰だっけ、この柄が入ってるのはなんだ、誰だ、本当に今までいっぱいいたからさ分かんなくなっちゃうの熱いよ
ねえ、みんな来てよ。来てくれないね。かわいい。ゆめちゃんが配信してみたい。ちょっとね、この配信は何時に終わろう。あ、時計がない。今何分ですか。あ、ねねちゃんいるよ。今31分。今15分経って20分くらいか。あと何分くらいしたら終わりにしようかな。あと15分ぐらいやったら終わりにします。ちょうどお昼休憩が終わりになる方が多い時間かなね。ちょっとみんな寝ちゃった。皆さんごめんなさい。夕方とかにすれば多分起きてたはずなんだけどな。びっくりしてる顔みたい。かわいい。じゃあ猫ってさ、明るいところだと目の黒い部分が細くなるじゃないですか。それがちょっとね、なんか獲物を狙ってる時の黒目が本当にまん丸の時が私一番好きなんですよ。まあこの今のね目もかわいいんですけど、ご飯食べてる急に。かわいいのよみんな。入り口じまけ嫌なの。ここよ。あ、かわいい。かわいい、かわいい。いや、猫でかわいくない子なんて本当にいないんですよ。わかるかな。本当にいないんだよ。かわいい。この子はつくしちゃんです。コットンちゃんと兄弟です。あ、後ろぬぬちゃんいなくなっちゃった。ご飯食べてる。つくしとコットン、本当はね4人兄弟なんだけどね。かわいい、かわいいの。お気に入りはハッピーなの。そうだね、一番初めに入り島県来た猫がハッピーさんで、しかも私がね見つけて飼いたいって言った子なので。で、体も弱くて病気がちだから私が一番可愛がってるな。カメラの後ろにねねちゃんがいる。な。かわいい。私にしか伝わらん。ハッピーの最後の出会いをドラマにしてほしい。確かに。え、本当にね、私鮮明に覚えてるんですよ。いつかできたらいいな。やりたい。ねねちゃん。ハッピーさんね頑張ってくれてるんですよ。でも今ねお姉ちゃんのベッドで寝てるの。もう嫉妬ですよ私は。本当に嫉妬だよ。最近私のベッドで寝てくれないんだもん。悲しい。朝私の部屋に最近来るのはご飯くれって言う時だけなんですよ。まあ実家にいるからなのかもしれないけど、多分名古屋に戻ったら
私一番になるな。常に私と一緒。ポンポンプリンのアバタさん、ハートありがとうございます。かわいいのよ。ハッピーの名前はひらがな、カタカナ、カタカナでもたまにハッピーさんがかわいい行動してる写真を撮った時とかに添える名前はひらがな。わかるかな。なんかひらがなって名前書く時とかかわいい時じゃない？え？なんて言えばいいの？伝わる？パンダのアバターさん、タコありがとうございます。タコこれだったかな。でしょ、そう、シチュエーションで変わるの。ニュアンスとニューラどっちが好き？え、どっちも好き。どっちも好きだな。どっちも可愛い。でもこの感じで言うとニュー、ん？ニュアンスって言った方がいいのかな。ハッピーだよ、ハッピーだよ。ハッピーさん、あ、なんか寝ちゃったよ。寝ちゃった。え、ちょっと待って、30分くらい経ったらちょっと時計がないので教えてください。後ろにいたの？ねねちゃんかわいい。今日もかわいい。ねねちゃん。なんかねねちゃんのお手手ってすっごい綺麗なんですよ。なんて言えばいいのかな。真っ白。舐めてる。この子はねねちゃんです。あ、あれ、あー、横顔美人。美人さんだね、ねねちゃん。見たの？来ました。あ、かわいい。かわいいですね。いや、これは本当におバカになっちゃいますよね、この前だと。かわいい、かわいいしか出てこない。今日この配信にかわいいって何回言ったんだろう。え、ハッピーみたいに目が青い子は誰なんだろう。え、みんな黄色いな、おめめ。かわいい。美味しそうなお手手ですね。え、そうなの、本当にそうなの。伝わってくれたの、すごい嬉しい。みんなそれぞれのかわいさがそうなのよ。いた。毛づくろいしとる、つくしちゃん。あ、びっくりしとる。びっくりしてる。鳥いたの？鳥いたの？ふわふわの毛やな。かわいい。すごい、鳥。あ、あ、あ、ルナタン、ルナタンが、ルナタン、しーちゃん、しーちゃん、あ、しーちゃんが青い目だ。ハッピータンと一緒。そう、なんかね、この間長毛の子たちはお尻はカットしたんですよ、お父さんと一緒にバリカンで。すごいの。だからみんなね、可愛いの、お尻周りが。可愛い。ん？つくしちゃん、つくしちゃんもね、え？つくしちゃんはあのね、もう亡くなってしまったきなこ
こちゃんちょっとわからないな。チンチラゴールデンとお父さんは誰だ、お父さん誰、お父さん誰。え誰お父さん。え、あれ、今いない子です。本当だ、ルナちゃん。かわいい、いつもこうやって寝てんの。はい、家系図ちょっとお父さんと一緒に作ります。この子はコットンですね。ほら一緒なの、つくしとコットン。わかるかな、この見分けのつけ方はね。つくしちゃんがなんか背中に茶色い模様がついてるんですよ。茶色い方がつくしって覚えてる。え、似てるでしょ、美人なのみんな。はい、ルナちゃん。そう、なんかね、顔を見ても多分初見の方は絶対わかんないと思う、どっちがどっちって。初見さんありがとうございます。そう、ルナちゃんこんな目がないのよ、目がないの。かわいいでしょ。ルナちゃんね、この顔が私好きなんですよ、この顔。かわいい、かわいい、あの顔が大好きで、いつも写真撮っちゃうの。そう、顔がちっちゃいの。かわいいでしょ。いっぱい、そう、9匹います。ん、こっち、こっちか、ルナタン、かわいい。ルナちゃんラガマフィンかな。そう。確かに整列、いつかご飯食べてるとき整列させて写真撮っておきたかったな。できたらいつかやります、実家にいる間で。ちーちゃん、え、ちょっとやめて。ちーちゃん、おいしい、おいしいの。ね、しーちゃんはね、いじめっ子さんなんですよ。ね、乙女ちゃんをいじめちゃうから、ね、したね。すごい顔。あ、そう、今日大富豪、大富豪は、あの、今日私のおうちラジオ2回目の放送があるので、その時間に被らないようにちょっと大富豪はしたいと思います。そう、今しーちゃんは目が青い子です。ちょっと悪そう、そうなの、顔見てわかるでしょ。いじめるの。弱い、弱い子をいじめちゃうの。そう、気が強いね、かわいい。そう、大富豪どうしようかな。決まったらメールします。大富豪の時間は、あ、そうだ、今日から私は5分おきではなく3分と8分おきに大富豪はやるので、その時はチェックしてください、時間を。そうだ、30分経ったね。猫配信すると早いな、いつもより。かわいいね、癒されたルナちゃんで。私はいつもこうやって癒されてます。もうずっと見てられるもん、本当に可愛い。3と8の5分おきじゃ、そう、5分おきなんだけど、よくメンバーは5分、10分、15分、20分ってやるんですけど、私はさあ、やだから3と8のつく
3分8分13分18分っていう感じでやります。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。多分夜配信はできないのでごめんなさい。毛づくろいしてる。本当だ、セクシーショットだ。かわちいね、かわちいね。本当に暑い今日は。皆さん日焼けには気をつけてください。日焼けもう日焼け止め塗らないと黒くなっちゃう。いや。はい、はい、ランキングを読みます。ルナが見える位置ここだ。38位、猫のアバターさんだ。よし、1位シナモンくん、2位野々垣さんのアバターさん、3位馬のアバターさん、4位ウニのアバターさん、5位メロンパンのアバターさん、6位これ猫かな、猫のアバターさん、7位岡田美希さんのアバターさん、8位リスのアバターさん、9位可愛い女の子のアバターさん、10位、なんだこれは、梅干しのアバターさん、11位はちみつのアバターさん、12位猫のアバターさん、13位アフロのアバターさん。皆さんありがとうございました。ルナタン、じゃあルナタンと一緒に最後は終わります。え、なに、ごめん、いやなの。よいしょ、映らないルナタン。ルナタン、もうちょいもうちょい頑張って。やだ、ダメだ。かわいい。あ、急に毛づくろい。では皆さん、お昼配信ありがとうございました。おやすみなさい。あ、違うよ違うよ。お仕事の方は頑張ってください。バイバイ。バイバイ。かわいい。